バンバンザイ原始です。ミエです。はい、はい、ということで今回の曲は、はい、妹のこと見えないふりし続けてみた。イエイ。とシンプルですね。はい、まあシンプルなんですけど、はい、まあ、うちのメンバーのルナさん IQ がねなんと3ぐらいなんですよ。まあ本当に否めないですね、私も、うん、1たす1はって聞いたらこの前ピカチュウって言ってたんで、うん、ルナワールドってことね。そうです。なんでこんなねバレバレのドッキリをしても、まあ、ルナならね気づかないだろうって、うん、まあ、僕は思うわけです。普通の人だったら本当に気づくよ。もう俺らそういうドッキリは気づくよな。さすがにだって YouTuber ですから。うん、俺たちは IQ 足して20ぐらいあるんで、うん、全然大丈夫なんですけど。少ないな意外と。はい、ルナが入ってきたら、うん、まあ、1時間タイマーをつけて、うん、それでね見えないふりし続けてみたいなと思います。いやーちょっと心苦しいね。いやまあでも大丈夫でしょう。猫ひろしさんいたよ。いやーまあいやーねー、うん、大丈夫大丈夫。それでは早速やっていきましょう。暑くない？やばいよ。外普通にあったかいよ。めちゃくちゃあったかい。お疲れ様です。お店いるって言ったら飲んでたんだ。飲んでた。やだ、洗い物するの。これであったかいね。家で洗い物してんの。してるよ。嘘つけよお前、絶対してるよ。最近俺でもしてるからね。ちゃんと掃除してんの。あ、やばいよ今の俺んち。綺麗すぎてってこと。やばい、マジでピッてるよ。珍しい黄色の服ね、ケイちゃん。なんかやだな、このグラス使うの。何で無視する。遅いな。来てるから。ねえ、無視してるよ。まるほんま潜在なんだ。ねえ、あんたも見えてんでしょ。たまに。そんなごまかさんでいいね、別に。ルナ来れたらあかんことない。なあ。え、なんなん？なんで無視してる？マジで大荒れ。うわー、ちょっと待って、本当に。え、ハンドクリームない？ない。あ、ニベアあるよ。また遅刻？来てるって。マジで遅い。来てるって。え、最近だってさ。うん。来てるからね、最近。来ないよね、もうまず。いや、来ない来ない。え、最後の残り。ねえ、そういうのやめてほしい。え、残り1本ぐらいの時にやっと来て。しかも、じゃあ、ルナどんだけ動画出る？少ない。クリスマスの生配信もいないし。分かったよ。トナカイおったよ。トナカイキャストさん用意しちゃった。そっくりすぎやろ、あれ。じゃあ。寝てんのかな？起きてる。つなげてる？あれ、位置情報。起きてるって。つなげてる。ね、全部見た。俺やろ、ここに。フィリピンいるわ。ん？フィリピン。もうめんどくさい、マジで。フィリピン？そう、フィリピン住んだことないよ。俺の旅行行くって言ってたかも。いつ？あいつのやから言うけどさ。うん、おるんだって。お前変なことやったら知らんぞ。お前。臭くない？お前だけ。いや、いいね。ちょっと匂ってた。ね、いいね、ほら、いいねするっしょ。なんだろう、なんか。これもいいねするっしょ。臭い。臭いって言われたことこの世で。あの、牧場のさ。ああ。好きの雑草みたいな。ああ、ルナマジでこれだけじゃ臭くないよ、多分。でもやっぱ画面越しじゃ伝わらないからさ。臭いんだれよお前、ね、視聴者さん羨ましいなと思う。いや分かる。今度さ、なんかさ、ルナがこっちに来てさ、入った瞬間にドッキリでさ、いきなり匂いのヘクトパスカル測ってやる。いや壊れんだろ。壊れだから。一番臭いゲーター。臭いやつ無理だからな、お前や。分かる。ルナに技師に内緒にしてって言ってたんだけど、ルナいないからさ、マジで言わないでね。いいよ。いるんだって。最近水虫で悩んでるらしい。いつ水虫なんて。え、気づいてなかったの？水虫、あいつやばい、臭い。ああ、俺のせいになったんだ。あ、今すぐやめないと。なんか、ギシ君とメイちゃん水虫だってってツイートしようかな。あいつ、熟女してたからさ。今すぐその話題変えないと知らんよ。だよくストッキング履いてるしね。だから、あの、なんかさ、足痩せストッキングみたいな、インスタ載せてるじゃん。ちゃんが熟女だもん。あ、マジ足痩せストッキング。いや、でもなんか最近治ったって言ってたよ。うん、最近治ったって。だって最近なんもないもん。最近あいつ臭くねえしな。あ、わかるわかる。聞こえてるんでしょ、絶対。そうやって今思えば騎士だしね。俺だ。そうそう。わ、機嫌やばい。見る？じゃあこうやって俺先週タランチュラかなって思ったの。タランチュラ。そしたら脇毛だったの。脇毛ないよ。でもそれ言えないしさ、直接本人に。うん、脇毛すごいよなんて。しかもあいつ剃ってるつもりだけどさ、なんか俺の顎みたいになってるの。色見てるな、そんな。そういうことすぎない。でもお前ルナには言うなよ。絶対言わないでしょ。傷つくから。聞こえてるから。お前言いたい。なんか全部俺の兵自分のせいにしてたけどさ、いや、いいや、女の子だしと思って、俺だよとか言って笑わしてたけど、一回も声出ないからね俺。やっぱ言えないよ。みーちゃんもそれ思ったよな。みーちゃんこの前トイレ行った時臭かったんでしょ。それら黙ってあげてたのに。今かな、ほんとどんな匂いしたんだろう。リスクに合ってる。鼻が痒くなってきた、めっちゃ。いや、まだ来ねえな、まあ、あいつも。来てるって。時間経ってるぞ、結構。連絡来た？ん？私は来てない。どこしてもない。何で全リー見るってやばいだろ。今も来たっぽい。来てるわって送ったよ。まあ、見えてないんだったら何しても怒らないもんね。携帯募集。あっ！
俺の携帯見なかった？携帯？みーちゃん見てないから何しても来ないよね。鼻なの取ろうかな。ゲス君の体に鼻なの入るけどいいかな。見えてんの調べればいいじゃん。ちょっとなんでリモコン持ってんの？でも携帯なくした。いやもう疲れた。こっちはあ、あったよ。あんじゃん。なんでこんな鼻かにハウス出すとやばくない？写真フォルダ鼻触れてた。いつの間に？うん、枕してもらったな、新年早々。あー、買い物ないな、ケース。あ、そう、今いきなりそんな。何回ね、ルナ来た？来たって。今日ルナどんな服で来るか予想しよう。ルナはルナは何の服で行こうかな。いや、俺ルナの服わかるよ。ルナ足出せばいいと思ってるから。出せないんですけど。あの水色の T シャツにショーパンのジーパンで夏みたいな格好で来るんじゃない？水色は胸元開いた黒いワンピースで来ると思う。あとあれね、あの指輪で縛られてるやつでしょ。この犬みたいなのつけてた。お前全国からみんなに言ったから。あれ、犬になりたいのかって思って。うん、マジで待ってください、ボンボンって。言いたい放題ですね、そういうこと言って。何が首輪ですか、お前。ほんと買ったのか、お前に。おい、寒い今日。買ったのか、ほんと。あんたも言いたい放題、胸元開いて。お前の方が胸元開いてるやんか。まあ確かに。はい、いいよ。俺暖房つけてなかった。そうだね、ごめん。いや全然いいよ、ごめん。袋に行った。何が？何が？はい、あんたも謝る。何が？いや、なんか暖房つける。うちに暑いわけで氷半分に割れてる。うん、そんなんそれ。電話してみる。電話しようか。さすがにこのさすぎだわ。下手だからって言うのもそういうことするの。かける？でも信じるわけないよ、そんな。シリーズ。ん？もしもし？もしもし？聞こえる？起きてんの？なんか近いから話変えてきてるじゃん。どこにいんの？だからみーちゃんの目の前。あんたさすがにヤバいよ、時間。お前起きろや！起こる？時間やに来い！来てるって。ビデオ通話しよう。ほら、いるじゃん。ほら。ほら。いるんじゃん。誰それ？あんたやって。お前男といんの、こいつ。ねえ、お前いるからって言うもん。ねえ、めんどくさい。全然家から出ないじゃん。なんかごめんの一言がね。そういう一言がないじゃん、いつ。そうそうそう。ないわ、マジで。こっちがないわ、すいません。いいよ、もう本当にルナやるからね、あんたら。早く来て。うわー、どんだけ寝れんだろう、二人は。でもなんか来るかもみたいな。来るだろ。普通に考えろ。あいつは18歳だからな。ルナ来る気がしてきた。みーちゃんもさすがにルナやんないよ。お前はまず水虫とか言い出したの誰かな、まず。座れ。でもいいやつだよな。ルナ？そうだよね。うん。なんかあんまり直接本人には言えないけど、いいやつだよね。そうだね。お前座ろう、一緒に。いいよ。座りな。説教したんで。またぎます。ルナのいいところ。はい、ルナのいいところは？ちょっとでも嘘っぽいと思ったら知らんからね。ルナにいけずをしてるんだから、そうやって今も。ルナがこんな人が見えないようなこと。重大なりにさ、はい、結構頑固なところがあるじゃん。最低だな、お前。マジで最低じゃん、お前。そういうこと言うなよ。みえちゃんは褒めてくれてる。俺はさ、ルナに絶対そういうこと思わんけどな。俺マジいいやつだと思ってた、あいつ。あいつは頑張ってんだよ。頑固とか言うな。レコーディングの時とかもさ、うん、ちょっとなーっていうところあったらさ、うん、もう一回やりたいですみたいな、まあ、言うじゃん、うん、そういうところとかさ、それいいやつ、負けず嫌いで、うん、あ、そういう意味ね。あいついいやつ。まあどうせ思ってないこと今言ってるんだろうね、二人とも。富士山にかけられたくないからとかね。富士山の顔とかないんかな。ルナそんな感じ。マシ綺麗だよね、あいつ。優しい。めっちゃ好き。こいつは綺麗と思ったことない。ムチムチしか思ってない。ちょっとトイレ。もうだるいって、もう。そういう水飲まないでしょ。うん、飲まない。ありがとう。あー、そうしたら厳しい。くせし。汚ねえ。いいやつだけどね。うん。トイレ行ってくる。お前じっとせよ、お前。何やってんの？ん？何やってんの？ワン、ツー、スリー。気配切りみたい。あー、なるほどね。あ、すごい防水なんだね、これ。おしっこ漏らしたかも、ちょっとトイレ。いやー、やだー。まあ、聞こえてんでしょ。あ、ここにミエさんのリップがある。いや、ここいや。あ、モアリップはさ、絶対直でつけるよね。やるのめし、こいや、マジで。はい、やったね、やったね。モアリップ、ミエちゃんの口つけたやつ。ちょっと普段も触りたくないからさ。手術します、ベロを出してください。謝りないよ、みーちゃん。なんか唇、あれだわ、なんかツルツルになった。なんで？わかんない、いい気分。
前は蹴んなよ。蹴んなって。もう寒くない？寒くない。人ってあれあれよね。暇なったらあくびする。話すことなくなったらあくびする。ほらほら。聞こえてますか？聞こえてますか？聞こえて。聞こえてますか？はい。おもんないね。もみ。もみ。あ、これ誰にもまれたんだろうね、昨日。終了！終了です終了です。あ、いたんだ。いたよ。おはよう。もう分かった、やってること気づいてた。ということでこれ、これ実はルナのことを俺らは見えないふりしてました。知ってる。だってルナこんなん信じるわけないやん。見えないのなんて、あんた子供じゃないんだから。騙されるかと思ったんですけど騙されるの、まあね、今回の曲は、はい、ルナ見えないふりし続けてみた。何のため本当で楽しかった。今日初に来たんだよ俺。めちゃめちゃんけ。こいつケツの穴に入れてきたんだよ。見てましたよ全部。座薬みたいに。だって水虫とか言いたい放題言うんだもん。検証結果ね、まあルナは僕たち気づいてほしくてね、一生懸命ちょっかいをかけるという検証結果でした。ということでこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。グッドボタン今日聞こえなかった。確かに。でもなんか水虫の匂いする。どんなに変えたことあるんかい。